えっと3番目のテーマはです、ね、あの研究の醍醐味はということで私も研究者ですけれどもぜひ皆様どういうところに研究とはとか研究の喜びを感じるのかっていうのを聞いてみたいなというふうに思いますじゃあ3番目のテーマは森山さんからいきましょうかね、うん、はい森山さんありがとうございます、えっと、そうですね研究の醍醐味ということなんですけれどもあの多分私が一番こう研究をやっていて嬉しい瞬間っていうのは まああのこういう実験をやってみようって言ってあのやってみて何かこう現象,現象を見た時にあ,あこれが世界で初めてこれを自分が見ているっていうこの <laughs> 瞬間ですかねそれが一番やっぱ嬉しい時で、まあ、その後論文書いたりとかいろいろあるんですけれども、まあ、そういうところとあとはほ他の研究者の方とあのディスカッションする,ことする時もすごく楽しくて、まあ、それは本当に いいろいろな学会でもう国籍関係なく話あの盛り上がれるというのもすごく醍醐味かなと思っております。研究室って大体あの研究者何人ぐらいいらっしゃるんですか 研究室は今三十人ぐらい、らい多分二十人から三十人ぐらいだと思います。じゃあまあ研究室でディスカッションしたりとか、とまああのね学会とかいろんなところで、あとまあ異分野の方ですよねとも交流する機会があるのかなというふうに思ってます。えっと笹本さんどうですか？はいありがとうございます。もう私もあの森山先生と同じで、ああのまあまさに本当に自分で立てた仮説を あの検証してててその結果を世界で初めて自分が見れるっていうやっぱりその瞬間があの一番ワクワクしますそしてあのまあ医学研究をあのしてますのでやはりまあいろんなあの研究者まあ異分野の,あの研究者の方も含めてその新たな課題について研究立案をしている時はあのこういうことをしたら本当にもうあの医学が変わるかもしれない今のマネジメントが変わるかもしれないっていうそういうこう。 ディスカッションができるのも、あの非常にこうワクワクする瞬間です。そうですね。なんかこう？新しいものに取り組むこう。ワクワク感となんかちょっと興奮感みたいなの。っていうのはね。やっぱ研究者じゃないとなかなか味わえない醍醐味なのかなという風うに思ってます。えっと市川さんいかがですか？ そうですね私の中では主に2つあってその1つ目はもう間違いなくその今森山さんと佐々本さんがおっしゃったようにその自分の中の自分の頭の中で考えて仮説を立てたりとかもしかしたらこうかなと思ったことを実際に自分の手を,手を動かして実験で再現することができたその時の喜びに勝るものってなかなかないかなというふうに思っていてで2つ目は私はあのケミカルバイオロジーっていう分野,なんですけれど分野で研究を行っているんですけれどもとても学際的な 分野なのでその私は主に有機化学のバックボーンを持ってその分野に参画したんですけれどもその他の方は細胞生物学だったり分子生物学だったり生化学だったりすごくあの多種多様なバックグラウンドを持ってこの研究分野にあの参画していらっしゃる方がたくさんいてそういった方々とも日々議論したり一緒にあの知識を共有したりしながら日々学び続けられるっていうのがとても楽しいことだなっていうふうに思っています。 ありがとうございます。門脇さんいかか。がですかさっき市川さんもおっしゃっていたんですけれどもその研究やっているとその常に新しいことに挑戦できてその私は金属の腐食の研究やってるんですけれどもその実験室で科学的な実験をしている時もありますし実際に金属を溶かしたりとか粉末を固めて合金作っている時もありますしそのコンピューターシミュレーションを使っている時もありますし。 なんていうか新しいなんか自分の興味があることにその常に時間をかけてその挑戦できるというところがその一番やりがいがあるところだと思いますあ,ありがとうございます皆さんも本当に前向きに積極的にあの研究に取り掛かっていて、ね、本当に素晴らしいなと思いますで一方でも、ね、前だけ進めるといいんだけれどもやっぱり実験がうまくいかなかったりとか研究がちょっとやっぱり足踏み あの状態になったりとか、まあ、下手するとちょっとねあの後ろに戻らないといけないっていう時もあるじゃないですかでそういう時ってちょっと苦しいかなと思いますけれどもそういう時って皆様どういうふうに対応されてるのかなちょっとこれテーマにないんですけど私が個人的に非常に興味があるのであの聞いてみたいなと思ってるんですけどねじゃあこちららは川さんかか行きましょうかね。 も,うそれはものすごく共感するところのある質問といいますかその研究も,もちろんここにいる先生方も多分すごい情熱を持っても好きだから研究活動を続けていらっしゃると思うんですけれども,もちろん好きなのは当たり前なんです当たり前というかまあ当然バックボーンとしてあるんですけれどもやっぱりどうしても思った通りにいかないこととかもあってでもそういう時にそのあちょっとの楽 感性と言いますか、ちょ,ちょっと脳天気になると言いますか <laughs> そういうのが大事だなというふうに思っていて、まあ、例えばその思った通り仮説これは多分仮説 A だと思ってやった実験が仮説 A じゃなかったとしてもそれを学べたっていうことだけでもうそれで一歩前,前進したなっていうふうにあのあ失敗だからダメだじゃなくてこれもある種の一種の,かあの結果だから学びを得たなっていうふうに <laughs> ちょっと濃天気になって <laughs> あの活動していくのが大事かなというふうに思ってます。あ、ありがとうございます。ポジティブにかんね捉えるって大事ですよね。えっと笹本さんいかがですか。笹本さんはあれですか臨床もされてるんですかね。あ、えっと今はあの臨床はしていなくて、もうあの100%あの研究をあのやっています。うん、で、あのそうですね。まああのまあやっぱり研究者をしていると。 あのまあ、実験がうまくいかなかったり、まあ、論文をリジェクトされたりあの、ね、<laughs> グラントが取れなかったりもうあのやっぱりこう落ち込むことはあのよ、まあ、多々あ,のあると思うんですねで、まあ、実験も時間がかかるのですごく時間をかけてしたあのやった実験がうまくいかない時のこうがっかり感 っていうのもまあやっぱりすごくがっかりするんですけども、まあ、私はもともとあの日本であの産婦人科医として臨床していて、まあ、やっぱりその最終的にはやっぱり患者さんにこう届ける医療をなんとかよくしたいっていうのをモチベーションに研究をあのしてますのでなんか本当にすごく落ち込んだ時はやっぱり最終的にはそこの原点に戻って自分は何で研究してるんだ やっぱりあの自分はこういうことがしたいからなんとかあの貢献したいからあの研究をしてるんだっていうところに戻ってあの立ち直ってるような気がします。 ありがとうございます。やっぱり研究にかける思いいいうのが大事かもしれないですね。なんか私も、まあ、あの皆様に比べて全然年上ですけれどもまだ現役で研究やってるんで本当に皆さんの,あのおっしゃっていることをもう日々感じていて私自身もやはりグラント出してもリジェクションされたりとか。 ね、ペーパー出して「あこんなに一生懸命やったのにリジェクションか」とか思ってすごい悔しい思いもするんですけどまあそれが一つの糧になってねなんかこう次頑張ろうかなって感じにもなりますから、まあ、ぜひ皆さんもあの引き続きと思ってます。森山さん一言ぜひよろししくお願いします、はい、あの研究がうまくいかないっていうことはよくあることなんですけれども,もうよ,くありよくありすぎるというのはあれなんですけどまあ あのこんなもんかなと思って、はい、あの先ほど市川さんからもありましたけれども少し、まあ、こ,んこんなもんかなっていってこう楽観的にあの長い目で見てきちんとした成果につながればいいかなという気持ちであのやっております、はい、ありがとうございます。 田脇さんはもう本当に実験だけじゃなくてシミュレーションとかもいろいろやってますよねだからな,なんかこう一つずつクリアするのもあのね実験自体も難しいじゃないですか私バックグラウンドがシミュレーションなんですけどあの。 あれですね、紹介ビデオを見せていただいた時に第一原理計算とかね FEM とかやっててそれぞれのシミュレーション自体も結構難しいじゃないですかそういう中でなんかねど,どういうふうにこうトントンん拍子に行ってるだけじゃない時もあるのかなと思ってるんですけどねどうですか そうですねあのうまくいかないこともあるんですけれども、その逆にちょっといろいろやっているので、ちょっと実験がうまくいかないときは、ちょっともう実験置いておいて、ちょっとシミュレーションの方に時間をかけたりとか、その逆もあるんですけれども、そうですね、ちょっとまあうまくいかなくても、まあ、何年後かにうまくいけばいいかなというふうに思って、研究してますあ。ありがとうございます、まあ。いろんなチャンネルを持ってるっていうのもね、あの研究の幅も広がるしい、いいのかもしれないですね。ありがとうございます ね、あのまたいろいろとお話聞きたいなというふうに思ってるんですけれどもちょっと最後のテーマですかねに移りたいというふうに思ってます。